行こう。レム、なんでもないよ。ちょっとつまずいちゃった。レム、こちらからは手を出すな。ただし警戒レベルは2まで上げておけ。はい。シド・オールスタイン、この工場にいたのか。今クリスタルに異変を感じる。よりによってやるしかないようですね。セツ、久しい、幾年ぶりか。お前は感じないのか。何を。行く末さ、傀儡は傀儡らしく踊ろう。その意志のもと。そう、時が巡ってきたのね。これよりタブラ協定によるオリエンス3カ国の停戦に向けた会談を宣言します。ハルス神の名のもと、全ての戦闘を停止、武器を収め、兵を引きなさい。コンコルディアの女王アンドリアに、この戦いを預かりましょう。最後の女王、ウユーニキス。待たせたな。諸君の所属および処遇については正式に我々の預かりとなった。私たちの身分を証明して引き取るために白虎まで来たわけじゃないんだろ。カリア院長は停戦条約に向けた会談に臨むべくここ白虎に滞在している。私は随伴員だが、諸君の指揮隊長でもあり、状況の説明と指示を行う義務がある。隊長、質問の許可を願います。なんだ。スザク議会は俺たちの作戦を理解していたはずです。なぜ停戦会談に同意したのですか。広告がスザクに対する全面的な譲歩を条件に出したのだ。そうなれば議会が拒否する理由はない。俺たちは新型実験機の破壊に成功してたんだ。そんなのは時間稼ぎに決まってる。広告から条件提示が行われたのはその前の段階だ。侵入作戦中だった諸君への連絡が後となっただけのこと。報告に裏がないって議会は本気で考えているのか。他国の思惑がどうあれ、条約が締結されればこの戦争は終わる。他に質問はあるか。会談が終わるにはまだしばらくの時間がかかる。作戦の疲れも残っているだろう。諸君はここに一泊し、明日スザクに帰投すればいい。明日の午後までは休暇扱いだ。軍事区域外の行動は許可されている。広告の首都に来る機会などそうはない。市内を回ってみたらどうだ。そうします。候補生としての立場を忘れず有意義に過ごせ。以上だ。
今は紅葉ではありません。楽になさい。ええ、そうですね。あなたは総竜の？失礼しました。私はアンドリア・カヤトランカ・ファム・フォーチュリオ総竜府より階段の立ち会い人として白虎に参りました。声が大きいです。総竜の女王、マジかよこら。城から出るなんて聞いたことねえぞ。よその国で会ったことあるやつなんて世界でも一握りでしょ。女王陛下が一体何をしに？分かっています。休戦に不服ですか？いえ。はい、納得できません。広告はルブルの王クリスタルを踏みにじった。手を結ぶことなんて考えられない。その思いはクリスタルの意志に反しています。私たちはクリスタルに忠誠を誓いました。一度も裏切ったりなんてしていません。なぜ意志に反しているなんて言えるんですか？私にはクリスタルの心を伝えてくれる友がいます。竜に選ばれた者は彼らと心を重ねます。そして竜はクリスタルの化身、私たちはクリスタルと心を重ねているのです。この停戦がクリスタルの望みとおっしゃるのですか？広い視野で見なさい。クリスタルの望みは互いの均衡、傾きのない世界、あるべき形の世界、戦いだけでは作れない未来もあるのです。その意味を理解しなければティニスの導きを自らが担うことになりますよ。なぜ俺たちにそんな話をする？あなた方は私が見た最後の歯車だからです。あなた方の歩む道に光があらんことを。そしてうん、結局何しに来たの？マキナ、女王は最後に何と言ったのですか？いや、よくわからないんだ。選択がどうのとか、わけがわからない。しかし、均衡とはどういう意味だ？何もするな、何も起こすなってことなのか？それがクリスタルの真意かどうかなんて私にはわからないよ。竜となんか話せないもん。でもクリスタルが戦いを望まないなら、私たちは何のために戦っているの？クポ！クポ！面白くないね。私らはさっきまで戦争してたんだぜ。なのに休戦したから敵地で待機？んなアホらしい命令聞いたこともないよ。どうしたの？考え込んで。なぜ我々にこの部屋をあてがったのかと思いまして。ん？窓には格子、入り口は一つ、そして
お客さん用の部屋なんじゃないかな。水も流れてて気持ちいいよ。そうですね。なんだか疲れちゃった。顔色が悪いな。今日はもう休んだ方がいい。俺もここにいるから。いいよ、外気になってるでしょ。でもありがとう。やっぱり優しい牧野のまんまだね。別に広告なんて見て回ってもしょうがないしさ。それだけだよ。さては照れてる。そんなことが言えるなら元気だな。ちょっとだけここで休憩するね。ああ、俺も少しだけ休憩するよ。どうしたの？俺に何の用ですか？いや、君に事実を伝えるべきか実に悩んだのだが、うん、それもこんな時に言うべきことではないのかもしれん。あの、何の話ですか？君の兄上のことだ。え？君は兄上の死に関して納得がいってないようだね。君から兄上の死に関する問い合わせがあったと報告を受けている。いくら探してもあの日兄さんが当たっていた任務の記録がないんです。君はもう察しているだろうが、君の兄上は極秘任務を遂行し戦死した。兄さんは極秘任務を？首都解放作戦でのクラスゼロの投入は極秘事項だった。私でさえギリギリまで知らされなかったのだ。よって戦場に投入されたクラスゼロと作戦司令部との架け橋が急遽必要となった。その架け橋が君の兄上だったのだ。それで兄さんはあんな前線に？そう、君の兄上はドクターアレシアとクラスゼロのせいで亡くなったのだよ。いや、彼らが殺したと言っても過言ではない。君の兄上は本来別の任務に就くことになっていた。それをクラスゼロが勝手に出動させ死地へと誘ったのだ。君の兄上は死ぬ必要などなかったというのに。あいつらが兄さんを？君がクラスゼロに配属されたのはその素性も目的も謎であるドクターとクラスゼロを監視してもらうためだった。だがまさか君とクラスゼロの間にこんな因縁があろうとは。もし彼らと過ごすことが辛ければ、私が特別に君を他のクラスに移動するよう計らおう。彼らの監視の任務はレム・トキミヤ一人に任せることになるが。待ってください。レムをあのクラスに一人残すなんてできません。第一、レムには同じクラスの仲間を監視するなんてできないと思うんです。あいつは優しいから。俺も引き続きクラスゼロに残ります。ほほう、そうかね。さすがクナギリ君の弟だ。彼らに不審な動きがあったときは報告してくれ。はい。兄さん、俺は誓うよ。兄さんを奪ったクラスゼロの誰よりも俺は強くなる。俺は兄さんと兄さんの思い出を失ったけど、レムは絶対に失わない。守り抜く。何をしてでも。
疲れクポ。モグと重卒のアリアは休みをもらってないのでサポートにやってきたクポ。魔導院の設備が利用したいならモグに相談するクポ。どうしました？頑張りましょう。あ？どうかしたのか？私、喋っちゃいけない。どうして？俺たちは何を言っても怒ったりしない。自由に話せばいい。本当？ええ、本当です。許しが出やがったですね。これでやっとまともに息ができるってもんです。で、何？やはり黙っていた方がいいかもしれんな。な、黙ってた方がいい？さっき自由に話せって言ったばっかだぞ。候補生様なんだから発言に責任持ちやがれ。あの、誰に喋るのを止められたんですか？ん？うちのカッチャです。涙まじりで頼み上がりまして。頼むから人前では口を開くなって。ひって母じゃねえかと思うよね。ねえ、しかしさすがクラスゼロは懐広し。てめえらさんみたいに話のわかるやつばっかだと気が楽だぞ。お前の母親が正しいような。情報部の方ですね。なんで白虎にうちの情報部の人たちがいるんだろう。さあ、倉鮫士官のように院長についてきたんでしょうけど。どうしたんですか？いえ、なんでもないわ。行きましょう。あ、はい。あれって4か。なんだここ。うわっ！俺は。マキナか？こんなところで何をやってるんだ？ああ、いや、何も。大方、女王に言われたことでも考えていたんだろう。あんたには関係ない。あいつ、何が気に障ったんだ？調子は？やあ、
はあ、ぼーっとしてどうした？ああ、私ら白子って初めてだよね。そうだな。デジャブなのかな。すごい知ってるし、見たことある気がするんだよね。クリスタリウムとかの資料で見たんじゃないか。いやいや、クイーンじゃないんだから資料なんて見ないって。作戦前には見ておけ。はいはーい。何？全くもって臭い。ああ。スザクの人間はクリスタル臭くてたまらん。なんだそれ。我ら白虎と違い、貴様らはクリスタルの犬だ。同じ空気を吸っているかと思うだけでヘドが出る。おい、てめえ！喧嘩売ってんのか、こら。クリスタルのためになどと抜かし、休戦中に牙を抜くか。しつけのできていない犬め。やめろ、相手にするな。スザクの犬など何匹でも相手になるぞ。お前は俺たちをクリスタルの犬と言うが、お前は立派にシドの犬だろうな。なんだと。シドの前に国を支えていた皇帝はどこに行った？なぜシドの言うことを盲目的に信じている？貴様、シド様のことを！調教された犬に言ってもせんなきことか。行くぞ。おあだなす赤どもめ。やけに兵が多いな。それに監視もされているようだ。そりゃそうでしょう。いくら休戦中だって言っても、あいつらにとっちゃ窓アーマーが勝手に歩き回ってるようなもんだろうし。まあな。頼んだぞ。なんじゃりゃ。さあな。蒼龍の奴らにとって俺たちは乗り手のいない竜のようなものかもな。そうだね。コマドリは巣に帰った。繰り返す。コマドリは巣に帰った。この感じ。クリスタルジャマ。
広告の攻撃か。なるほど、ここはスザク対策室だったわけですね。言ってる場合か。逃げて院長と倉澤さんが抱く。いたぞ、全員捕らえろ。逃げるぞ。ここにいたら俺たちも同じことになる。とにかくここから出よう。火器の使用を全面的に許可する。目標を殲滅せよ。重卒さん、こんなに早く裏切るとは思いませんでした。くそ、広告名。様が来たぜ。作業中の兵は状況103を開始せよ。コート全ての列車を停止し、目標の捜索に当たれ。作業中の工作員は退司令部へ通達。
0721地区にて情報を確認、直ちに始末せよ。死んじゃダメ。どうするつもりだ。目標、未だ捕捉できません。見失ったで済む問題ではない。奴らは総竜女王を暗殺した疑いがある。必ず見つけろ。はっ。総竜女王を暗殺だって。そんな、ダメです。スザクと連絡がつきません。まさか、まさか院長たちも。スザクは大丈夫なの？俺は院長のことを覚えている。それに倉染もついてた。そうだね、倉染のことも院長のことも覚えてるってことはまだ生きてるってことだし、無事だってことだよね。まだ無事という方が正しいかもしれませんがね。でも、なら、なんで返事がないの？どうして私たちが疑われてるの？クリスタルのせいで殺したことを覚えてないだけかもよ。でもそれなら誰かを暗殺したってことは覚えてるはずだよ。ええ、その通りです。そもそも皆さんもそうだと思うのですが、コンコルディアの女王と私たちが会ったという事柄は覚えているはずです。しかし彼女のことは覚えていない。つまり彼女が死んだのは事実なのでしょう。そして他の人々の記憶もそれと同じなら、私たちが会っていたという事柄、それが私たちに暗殺容疑がかけられた状況の後押しになったとも考えられます。もう一つ、これはあくまで仮説ですが、最初から、つまり暗殺が起こる前から犯人は私たちだと決められていたのかもしれません。ふざけるな。私たちってなんだよ。俺は、俺とレムは関係ない。なんで、なんでそんなことになるの？では捕獲しに来た広告兵が迷わずあの部屋に来た理由は？そういえば、すぐに帰還しないで認知で休暇なんておかしいのかも。それに私は情報四課らしい人間も見ています。四課だって、そんな、まさか。スザクは俺たちまで犠牲に。マキナ、もうやめよう。今はいくら考えても答えが出ないもの。どちらにせよ今捕まるのは得策じゃないな。まずはここから脱出しよう。戦闘配置。呼んだ。発見。
やつは何だ。レム、具合が悪いのか？ちょっとめまいがしただけ。すぐ良くなるから。少し休みましょうか？ダメですね。ここは敵の目につきやすい。一人のために全員を犠牲にできません。もう少し安全な場所まで行こうと言ってるだけですよ。私は大丈夫だよ。心配かけちゃってごめんね。行こう、マキナ。くそ。あの列車で逃げよう。敵襲！どこだ？見つけた！大将だ。殺す！目標発見、座標位置送ります。まだ来るの？
列車を停止させろ。しなくてもいいよね。ちょうどいいし、ここを抜けちゃおう。え？みんなの力を貸して。どこだ？どこだ？こんなとこ逃げるな！
ターがいるの？犬め、あいつらで殺せぬのか。これでは総竜王に申し開きができん。殺せ！遠藤を頼む！
俺様が来たぜ。死んじゃダメ。でも私だいぶ強くなったみたい。なんだ？女王様の仇！レム！ハルツ！マキナ？レム！大丈夫か？うん、ちょっと体が重いけど。そうか、よかった。そういえば、ここは？覚めたんですね。何があったんだ？待て、それは僕たちじゃない。そうです、聞いてください。出せろ。ダメです。話しなさい。あなたの言、まずは聞きましょう。あの時のデュース、すっごかったね。
ったく、怒らせたら一番怖いタイプだね、ありゃ。あ、いえ、あの、ただ必死だっただけで。とりあえず、デュースのことは信じたようですね。リュウも信じると言ってるとか言ってたわね。そういえば、彼女もリュウと話せるようでした。それに私たちがした総竜王の部下の話にはとても驚いて興味を持っていました。そもそも総竜の王というのは天使である女王とは違い、今はそんな話いいんだって。で、少し逃走を助けてもらった。はあ、まだミリテス領内ですけどね。お、どうしたよ、どっか痛むのか。ああ、シャキッとしろよ。そうやって上から偉そうに言うのはよせ。んだてめえ。ちょっとあんた、突然何言い出すわけ。誰があんたをここまで背負ってやったと思ってんのよ。俺のことは助けてくれるんだな。兄さんのことは殺したくせに。お兄さん、マキナ、どういうこと。クラスゼロが俺の兄さんを殺したんだ。お前らがいなければ兄さんは戦場を走り回る必要はなかった。兄さんが死ぬことはなかったんだ。それってスザク解放作戦の時かな。お前らにしてみれば名もないただの兵士かもしれないけどな、俺には違う。俺たちは上層部の作戦通り。いや、お前がそう思いたいならそう思えばいいけど、いくら僕たちを避難したところでイザナは戻ってこない。なんで兄さんの名前を知ってるんだ。そこまでです。マキナ、辛い気持ちはわかりますが、私たちは今大きな問題に直面しています。大きな問題？スザクと連絡がつかない。いくら呼びかけても応答がないんです。え、カリア委員長やクラサメ隊長が無事ならとっくに朱雀についてるはずだよね。わかりましたか。私たちには過去を振り返ってくよくよする暇はないんです。過去は切り捨てて先に進むしかないんだ。そのために僕たちは忘れるんだ、死者の記憶を。うるさい。そうやってお前らは兄さんを切り捨てたんだ。少し落ち着け、マキナ。まるで子供のダダですね。悲劇のヒーローがやりたいならミリテスに残って一人で存分に演じてください。あんたに何がわかる。マキナ、もうやめよ。今は少し休んで。マキナ、どこに行くの。少し周りの様子を見てくるだけだ。みんな強いけど、それでも救えないこともあるんだよ。俺はレムを救ってみせる。絶対あいつらみたいに切り捨てたりはしない。マキナ。すぐ戻るよ。